ナインです。本日はワンシンの新作ナイアシンアミドグルタチオンラインをご紹介したいと思います。で、皆様にお伝えしたいことがありまして、美容って日進月歩なんですね。常により良いものって言ってから企業側も研究開発してるわけなんですよ。なので私もそれについていくために様々なブランドをテストさせていただいて、良かったものだけを選別してご紹介させていただいているんですね。結構昔の動画を参考にしてこれ買いましたとか言ってくださる方もいらっしゃって、まあそれはそれでね嬉しいんですけれども、私の情報も常に更新されていっているので、ああなんか昔紹介したこれより最近使ったこれの方が全然いいなっていうものもたくさんあるんですね。なのでご参考の際は最近の動画を参考にしていただけたらと思います。また今回ですね、最後にお得な情報もお伝えさせていただきますので、ぜひ最後まで見逃さずにチェックしてください。クラーンしちゃけばいけよ口中にない。はい、で今回ですね、こちらのラインなんですけれども、ワンシンのナイアシンアミド 5% メラノセラムがもともと人気でして、そこからこのようにラインで発売することになったそうです。こちらのラインはシミやくすみにアプローチするトーンアップケアラインとなりまして、7種類のビタミンとグルタチオンナイアシンアミド、美白に効果的な成分をたっぷりと入れた製品になります。結構ビタミンとか美白成分で強いイメージがあったりとか、敏感肌さんはシミたり刺激に感じることも多いと思うんですが、こちらはですね敏感肌でも使いやすいように鎮静成分を入れてまして、すごく優しい使用感なんですよ。私がねハワイにいる間にくすみとかシミケアのために持って行ったんですけれども、やっぱりね紫外線が強いから肌に赤みが出たりとか、乾燥して肌も敏感になるんですよね。ただそんな状態で使ってもこちらはねしみることなく使えるラインだったので、低刺激にトーンアップしたい、そんな方にすごくおすすめできるかと思います。ちゃんと肌トーン、色素沈着、輝きなど6つの臨床試験をクリアしてまして、7日間で改善効果も証明済みな製品となってます。で私もねハワイ前からハワイ後まで使ってるんですけれども、まあ多少くすんだかなとも思ったんですけど、帰ってからもちゃんと美白ケアを続けたらね、最近なんか肌が前より白くなった気がするんですよね。私がですねハワイにまで持って行って使ったのが、前に YouTube でもインスタでもご紹介させていただいたこちら、ワンシンナイアシンアミドグルタチオントナーです。こちらはですねサラサラしたテクスチャーで朝晩ですごい使いやすいんですよ。特に夏は重たいテクスチャーは使いたくないし、なんかベタベタするの嫌じゃないですか。なので夏にすごい使いやすい使用感だと思いますね。ただ乾燥肌さんだったりとか結構こっくりとしたテクスチャーがお好みの方には物足りなさを感じるかも。私はだいたい2、3回ぐらいレイヤリングしてます。そうすると夏の時期であれば保湿感十分っていう感じですね。で吸収もすごい早いですし、膜を張る感じとかベタベタする感じが全然ないので、メイク前もすごい使いやすいです。結構重たいテクスチャーだと美容液を数種類塗る方ですと邪魔になってしまうと思うんですが、こちらはすごく軽いのでこういろいろ塗る方っていうのにもおすすめできますね。結構美白成分がたっぷり入っているものってなんか独特な香りするもの多いじゃないですか。こちらはね無臭なんですよ。なのでそこもすごい良かった。刺激がなくてすごく使いやすいので手が伸びやすくてとても気に入ってバシャバシャ使ってます。使い方は洗顔後、まあ、手でそのまま塗ってもいいですし、コットンパックにして集中ケアしていただいても OK です。次はこちらワンシンナイアシンアミドグルタチオンセラムです。こちらは既存の人気セラムをさらにパワーアップさせたものになります。さっきのトナーの後にこちらもセラムを塗ることで2段階ケアができるのでより集中ケアが可能です。こちらもねみずみずしくってすごく吸収が早い、ドロドロしてなくて軽いテクスチャーなので、暑い時期とかこういう日本みたいに湿気の多いジメジメした季節にもすごい使いやすいです。で肌はねしっとりするんですけれども、全然ベタつく感じがなくて、トナーとセラムを合わせて使うと保湿感もアップするのでちょうどいい感じです。でこちらもトナーと同じく美白成分たっぷりなんですけど、本当に刺激を全然感じないんですよ。で逆になんか低刺激だと効果薄いんじゃないかそうやって思うんですけど、結構肌のくすみとかねトーンアップに効いてる感じがちゃんとあって、ハワイから帰ってきたんですけれども肌トーンアップされてるねって周りに言われたぐらい、刺激なく美白ケアがしっかりとできるのと軽いつけ心地なのですごい使いやすくて手が伸びやすいです。使い方はトナー後 2,3 滴をキメに沿ってのせた後にハンドプレスして吸収させてください。トナーもセラムもそうなんですけれども、暑い時期ってどうしてもお肌がオイリーになりますし、重たいのを使うとね肌に吹き出物ができてしまうので、私はやっぱこの時期はこのぐらいの使用感がすごく好きですね。全然ベタつかないからいつも首まで塗ってます。
冬場だと肌タイプによっては少し物足りなさを感じるかなと思うので、そこはクリームを重ためを使えば全然問題ないかなと思うのと、高校肌さんだったりとか姿勢肌さんであれば一年中使っていただけるかと思います。で、私はトナートセラも合わせて使っているんですが、なんかね、やっぱ肌のトーンが均一になった感じがするんですよね。なんか茶色というか黄色っぽいというか、そういうくすみが気になってたんですけれども、最近そういう黄みとか茶色っぽさが抜けた感じがするの。なので全体的に明るく均一になった感じ、こうポイントのシミに効くっていうよりかはくすみにすごい効いた感じがします。なので全体的に明るさ、トーン改善をしたい、そういう方にすごいおすすめです。最後はこちら、ワンシンナイアシンアミドグルタチオンマスクです。こちらの袋に7枚入ったマスクパックで、もうね、余るぐらいエッセンスひったひたなんですよ。7日間の旅行とかにもちょうどよくないですか。で、なんで7枚入りかと言いますと、7日間で肌のトーン改善という意味らしくて、毎日使えるデイリーマスクパックです。もちろん肌刺激テストも完了してまして、敏感肌の方でもね、安心して使っていただけます。こちらを使うとね、なんか疲れたお肌が元気になる感じがするので、旅行に持っていけばよかったって後悔しました。これは前の動画でもお伝えしたんですけれども、旅先では本当に肌が乾燥するので、パックは絶対に持っていった方がいいです。で、こちらがね、ビーガンシートで肌にも優しいですし、密着もいいんですよ。潤いがね、本当にすごくたっぷりで、ベタベタする感じではないので、なんかその後のスキンケアの邪魔にもならないですし、剥がした後もね、お肌がしっとりして優しく集中美白ケアができてすごくいいです。使い方は洗顔後に肌に10から20分のスタート、残りのエッセンスは軽く叩いて吸収させてください。はい、ということでですね、私の美白を守ってくれたワンシンと10月1日から10月8日の9点メガポ期間に初コラボをすることになりました。抗生と金額をご紹介します。トナートセラムとマスクパック、さらには歯科クリームをプレゼントさせていただきまして、通常 12,360円のところ、コラボ特価で5,440円。また今回ですね、いつも見てくださる LINE 視聴者様のために、ワンシンの担当者さんにお願いをしまして、 LINE 視聴者様限定で追加 20% オフクーポンを発行していただきました。追加クーポンをご使用いただけますと、なんと 61% オフの4,836円でお買い求めいただけます。必ずクーポンをゲットしていただきたいんですが、その際のパスワードが NINEBEAUTY NINEBEAUTY、 必ずこちらのパスワードを入れていただいて、追加クーポンを忘れずにゲットして適用させてください。購入先や詳しい内容は概要欄やコメント欄にも記載しておきますので、そちらからチェックお願いします。また9点レビューの際にナインちゃんの動画見て買ったよーと一言でもいいので添えていただけますと、すごく励みになるので応援いただけたら嬉しいです。これからも美容情報をたくさん配信していきますので、ぜひまだの方はチャンネル登録と高評価ボタン、インスタもフォローお願いします。クローンリンターメマンだよ。アンニョー。